最近ですね、実は前髪が増えてきたんですね。なぜか。はい、皆さんこんにちは。ニュージーランドはポークランドから農家の情報や不動産情報を配信しているひろこです。どうぞよろしくお願いいたします。で、今日はですね、大人の女性の悩みといえば昔に比べてちょっと腰がなくなってきたとか、毛が細くなってきて、ちょっと量の、まあ、ボリュームが減ってきたとか、そういうことでね、悩まれてる方多いと思うんですけども、私もそうだったんですけれども、最近ですね、実は前髪が増えてきたんですね。なぜか、そんなお話をねちょっとさせていただきたいと思います。前髪が増えたその、まあ、いくつか要因はあると思うんですけど、まずは前髪を作ったこと、今年の初めに撮ったプロファイル写真、ちょっとおでこがあまりにも広いよなっていう感じですよね。まあ、子供の頃からおでこは広かったんですけれども、あまりのおでこの広さにだんだんちょっと不安になってきましてね、前髪を作って、まあ、垂らすようにしてということで、まあ、それが髪が増えてきた要因の一つではないかと思うんですけれども、もう一つがこちら、これご存知でしょうかね。モフワと言いまして、これ猫ちゃんとかワンちゃんね、お風呂とかシャンプーとか嫌いなペットさんたちのためにこれスプレーしてあげて、まあ、タオルドライをして、まあ、ブラッシングしてからねタオルドライなどしてあげて、その後ドライヤーで乾かすと本当に毛がふわふわになるそうなんですね。で、まあ、うち猫ちゃんも全員髪立ってしまいましたので、まだ残ってたんですが、こちらね、でこれ本当は期限製造から2年ぐらいということで、実はもう製造して2年以上経ってしまっていて、今こちらの同じモフワもね、パッケージ自体ちょっと変わってしまってるかと思います。これちょっと古いタイプのものなんじゃないかなと思います。で、期限は切れてるんですが、私これをねいつも寝癖直しといいますか、メイクするときに、ね、前髪こうやって上げますよね。で、上げたときにどうしても変な癖がつくので、それを出すために、ね、これ使ってたんですよ。シュシュッとしてちょっとこうしてね、でその後ドライヤーとかで乾かしたり、まあ、ストレートナーで少し乾いてからね、乾かさないとストレートナーの場合ジュッてなっちゃうので、少し乾かしてから、ね、セットしたりとかしてたんですけども、そしたらだんだんですね、気がついたら前髪の始まるところが下がってきてる、そのおでこの、まあ、今でも広いことは広いんですけども、昔おでこ本当にこの辺から始まってたと思うんですよ。前髪がね本当にね、このちょっと数ミリ後ろからね始まってた感じだったんだけれども、それがだん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 下がってきて、でちょっと前まではこうライトが当たると頭蓋骨の形がなんとなく透けて見えるような感じだったのが、だんだんあまり透けなくなってきた、まあ、まだねすごいいっぱいってわけではないけれども、一時期よりはだいぶ毛が増えてきたんじゃないかなと思っていて、でその要因の一つがこのモフワなんじゃないかなということで、ちょっと発表してみました。このモフワって一体何かって言いますと、これですね、もう飲めるぐらい綺麗なお水と言いますか、高性能性電解還元イオン水、まあ、イオン水ということですね。よくわからないですけども、もうとにかくただの水のように見えるんですけれども、水じゃない、ペットさんたちの消臭スプレーとしても使えるレベルということで、ちょっと匂いが怪しいなと思ったところにシーツとかねスプレーしてみたんですよ。そしたら本当にね匂い消えたんですよね。まあ、日本にはもっとこう便利なねファブなんとかとかあるとは思いますけれども、そういうまあ、薬品をたくさん使ったものよりもこっちの方が体にもいいんじゃないかなって思うんですね。まあ、飲めるレベルということなので、で匂いも消えて、もうこちらの方がずっと、まあ、お値段も高くはなると思いますけれども、いわゆるサスティナブル、持続、ね、可能な
社会のためにはこっち使った方がいいとは思うし、うん、自分のためにも健康のためにもいいんじゃないかなと思っていて、うん、それでこう寝癖直してる、ね、寝癖を直すだけで髪が増えていくなら、気がついた時にね髪が増えてるならすごいんじゃないかなと思ったので、まあ試す価値があるんじゃないかなと思います。もし気になっている方いたら Amazon なんかでね買えると思いますので、よかったらお試しください、うん、はい。本当にね日本で買ってくればよかったって、こっちに帰ってきてからね、だから本当につい最近ですよね、うん、この 2,3 週間ぐらいずっと前髪直すのに使ってたら、だん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 あれあれっていう、毛の、ね、太さ自体も変わっていくらしいですよ、これ使ってると。匂いで匂いをごまかすんじゃなくて、イオン水がその匂いの元を分解してとか、そういう形でね匂いを消してくれるということかと思いますので、科学者ではないのであまり上手に説明はできませんけれども、うん、すごいいいんじゃないかなと思っておりまして、また日本から取り寄せようかなと思っております。はい、帰ってくる前に気づいてるといっぱい買ってきたのにってちょっと残念ではあるんですけれども、はい、ちょっと前にもいい感じだったので、はい、ということで今日のなりとも参考になった、面白かったという方ね、もしいらっしゃればチャンネル登録並びに高評価の方ぜひ。